デンコン号9月14日隊は、日本の建築家。フランス政府公認建築家。フランスパリを拠点に活動。アトリエ強ネアーキテクツ代表。考古学的なリサーチと考察を積み重ね、場所の記憶から未来を作る建築を、アーキオロジー・オブ・ザ・フューチャーと呼び、その実現を探求し続けている。旧ソ連のラーディヒ工場滑走路を屋根への線に、 利用したエストニア国立博物館1979年、東京都杉並区生まれ。幼き頃にプロサッカー選手になる夢を抱き、高校在学中にジェフユナイテッド市原のユースチームで頭角を現したが、怪我によりプロサッカー選手の夢を断念。チームメイトには山口里氏、坂井智之、安倍勇気、佐藤久人などがいた。北海道の大自然に、 憧れ北海道、東海大学芸術工学部建築学科に進学。在学中に、スウェーデンの HDK とシャルマス工科大学へ留学。大学卒業後はデンマークへ渡り、デンマーク王立アカデミーにて、客員研究員となる。その後、ヘニングラーセン、デビッド・アジャイへの設計事務所に勤務。2006年、26歳で受賞した国際コンペ。 エストニア国立博物館で最優秀賞を受賞し、パリを拠点に DGT をダンドレル、リナゴットメと共に設立。2008年、フランス文化庁より新進建築家賞を受賞。イギリスアイコンマガジン氏より世界の最も影響力ある若手建築家20人に選出される。2012年、2020年東京オリンピック招致に向けた 国立競技場基本構想国際デザイン競技では世界の著名建築家が名を連ねる中古墳スタジアムがファイナリストに選ばれるなど国際的な注目を集める。同年、コロンビア大学グサップ NY パリで講師を務める。2014年日本の時計メーカーシチズンのインスタレーションライトイズタイムをミラノサローネにて発表しミラノデザインアワードの ベストエンターテイニング賞とベストサウンド賞の2部門を受賞ダブル受賞。4年前の賞の創設以来、1企業が2部門を同時に受賞するのは初めてのこと。同年、東京、青山のスパイラルガーデンに手買い宣伝が開催され、約7万2千人の来場者を記録。フランス国立グランパレ美術館では、過去最大規模とされた北斎店にて会場構成を担当。 2015年2121 21デザインサイトにて建築家フランク・ゲイリー・アイハブ・アン・イデア展の展覧会ディレクターを務める。フランス・パリでは35周年を記念した国外唯一のトライア・パリ展改装の設計を担当。2016年10月1日約10年の歳月をかけたエストニア国立博物館がオープンした。オープニングセレモニーでは6時間にわたり国営。 放送でライブ中継が行われ、エストニアの歴史に刻まれる瞬間となった。また3月27日には毎日、放送情熱大陸に出演、建築は記憶というタイトルが新しい時代の可能性を示し大きな反響を呼ぶ。また、エストニア国立博物館は2年に一度フランス文化庁が主催するフランス国外建築賞で大賞のグランプリを受賞。 ミース・ファンデル・ローエ賞にもノミネートされるなど、国際的な脚光を浴びる。エストニア国立博物館完成を機に10年間活動を続けた DGT を解散。2017年、新たにパリを拠点としたアトリエ強したネ・アーキテクツを設立。同年、エストニア国立博物館の実績を表して、第67回。 芸術戦勝文部科学大臣新人賞を受賞。小池百合子都知事より、東京都未来ビジョン懇談会のメンバーとして選出される。2018年、初の古典、伝言語未来の記憶アーキオロジー・オブ・ザ・フューチャーを、東京オペラシティアートギャラリーと、東東ギャラリー、マニテ、同時開催。建築設計だけではなく、都市計画、リノベーション、舞台美術や、 店舗の空間デザイン、展覧会の会場構成やインスタレーションなど、伝ンコンの国際的な活躍を紹介するものであった。11月にはフランスにて、ジャポニズム2018が開催され、パリ東京文化タンデム2018企画として、パリ市庁舎前に巨大な風呂敷のパビリオン、風呂敷パリが設置された。2019年、18世紀に、ルイ15世によって建てられ、 2015年まで海軍参謀本部が置かれていたパリのホテルトゥラマリン内に作られるザールサーニコレクション財団のミュージアムスペースのコンペに勝利2020年秋オープン予定日系アーキテクチャの編集部が選ぶ10大建築人2019で1位となりアーキテクト・オブ・ザ・イヤー2019を受賞二十年明治期から残るレンガ倉庫を改修したンコンにとって 国内初の美術館となる、広崎レンガ倉庫美術館が、青森県広崎市に竣工。株式会社ルミネが手掛けるウーマンの2号店となる、ウーマン横浜の環境デザインを担当。東京、表参道に循環をテーマとした、食の複合空間、ジャイア、フードが、グランドオープン。東京ギャラリー、魔の運営委員会に就任。建築以外の分野でも、 これまで指揮者、小沢誠二の斉藤記念フェスティバル、松本の舞台装置や、演出振付や、金森城、デザイナー、皆川明など携わってきた。2016年には、写真家、杉本博史との対談が、NHK、スイッチインタビュー達人たちで放映。杉本は伝魂を文学的な建築と評する。ありがとうございます。